コボコにしていただきたいなと思って今日は、うん、ああ素晴らしい方ですね。それは普通の人だな。あ、休学してもう一回就活をしているということと計画通りにやることが得意だということが矛盾があるんです。理屈としてはおかしいでも弱い。なぜ土佐治さんはいいと思ったのか。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、実際の就活生のお悩みに、大人3名の方に答えていただくという企画になっております。就活生の方、自己紹介簡単にお願いします。金沢大学4年生で現在休学をしております。土佐治亮輝と申します。本日はよろしくお願いいたします。大人3名の方も、本日はよろしくお願いします。今の簡単な就活の状況をちょっとお聞きしてもいいですか？現在の就活状況としては、昨年度の自分の反省を踏まえて、もう一度、大学を休学して、就職活動を見直そうというふうに考えています。志望業界に関しては、昨年度と同じで鉄道を中心にするインフラを中心に見ています。まだ昨年度の反省も踏まえて他の業界も見ていまして、その他ですと旅行系ですとか、あとはホテルですとか、そういったところも見ています。今の自己紹介のちょっと深掘りも兼ねて、事前に1分間の自己 PR を用意してきていただいたのでお願いできたらなと思ってます。はい、私の自己 PR ポイントは計画性だと思っています。それを大学生になってから始めた自転車競技で体現してきました。自転車競技では月1回前後ですね、毎回レースがありまして、そのレースに向けて自分の生活ですとか、まあ、学業などそれぞれのことのスケジュールにどういった風に練習を入れて、どういう練習をしていくか、そしてどういう風に休んでいくかっていうのを一つ一つ組んでいきながら万全の体制でレースに挑むことをしてきました。自転車競技を始めて特に最初の 1,2 年間っていうのは一人暮らしですとか新型コロナウイルスの活動制限みたいなところでなかなかうまくいかず、本当にやめようと思った時期もあったんですけれども、大学の先輩が社会人のクラブに誘っていただいて、そこに入ったことがきっかけで定量的な練習ができるようになりました。そこから自分の中で自主的にどうやって練習をしていこうっていう計画を組んでいくようになりまして、本当にできるようになったのは最近なんですけれども、まあ、そういった計画性のおかげで、レースで入賞するといった経験もできております。そういった経験をもとに社会では自分が携わったプロジェクトに対してどこまでにいつまでに何をどういうふうにやるかっていうのを、まあ、一つ一つ組んでいって予定通りにプロジェクトを実行することに貢献できるのではないかなというふうに考えています。自己 PR は以上です。鉄道が好きっていうことで、なんでその業界なんですか？鉄道業界に絞ってる理由は、まず自分の昔の過去の経験がありまして、小学生の頃に電車に乗っている頃に、降りる駅などが全くわからないっていう状況で、車掌さんがわざわざ僕に頃に来てくださって、案内をしてくれたっていう経験があります。普段のお仕事がある中で、そういうふうに一人一人のお客様に対応してくださっているっていうところが、今でもすごく鮮明に印象に残っていて、まあ、そういったところから、人々の日常を支えられるような仕事として、鉄道業界を志望したいなっていうのが第一のきっかけになります。去年就活をされたっていうことなんですけれども、あまりうまくいかなかったその理由っていうのをどのように考えておられますでしょうか？端的に言えば自分に甘かったところが反省点かなと思っています。はい、生活面で言うとやることとやらなくてはならないこと、まあ、それを優先順位とか区別がしっかりとついていなかったがゆえに、まあ、就職活動を後回しにしてしまって十分に就職活動ができなかった、まあ、しなかったっていうのが一番の反省点であると思っています。どれぐらいの就活をされたんですか？インターンとかで言いますと 5,6 社ほどしか行かなかったりですとか。 5,6 社、それはワンデーとか含めて？あ、そうです、ワンデーなども含めて。他の業界を見るような合同説明会みたいなものっていうのに全く参加しないで、本当に自分の行きたい業界、行きたい業種しか見ていなかったっていう現状がありました。本選考は何社ぐらい？8社ほどしか受けてないです。今の情報だけを聞いて、採用か不採用か、ご自身ならどうするかっていうところの札をお願いします。せーの。おー。丸の池田さんからお願いしてもよろしいですか？意外ですね。好感度上げに来てません。あ今日こそは好感度上げてやる。最初の1分の PR としてはいいんじゃないかと思って、計画性っていうところで入賞もしたっていう、シンプルにまとめてくれたのが良かったなと。で、そこから深掘りがしやすいなと。どの辺が計画性あるんですかとか、この計画性って他の人と違うんですかとか、この後が聞きやすくなるので、すごい入り口としてはいい PR なんじゃないかなと。で、鉄道系と計画性っていうところの相性も一応考えて選んだのかなと思いました。で、シンプルなことと志望業界との関連性っていう面で考えるというふうにしました。入賞したという結果に対してなぜそれができたのかっていうポイントをお話ししていただけるとすごく頭に入っ
ってくるんですよね、うん、でそこがないとこう抽象的な話に終わってしまうので、うん、まあ、理解が難しかったみたいなことですね、うん、もう一つこれを言われると困っちゃうかもしれないですけども、休学してもう一回就活をしているということと計画通りにやることが得意だということが私も自己矛盾しながら毎日生きてるんですけども、うん、私と同じ矛盾があると思ったので、というところでしょうか。今の時点での入った情報だけでもし決めろって言われたら分からないから、うん、まずここから面接が続くっていうことを前提にすれば、はい、いろいろここから突っ込み質問していって全然また評価変わってくると思うんですけど、はい、もしこれで ES とかもう本当これだけで動画面接とかでやんなきゃいけないとするとやっぱり具体性がやっぱり全然ないなと。定量的な活動ってすごい抽象度高いんですよ。勝手になんか想像はできますけど、面接ってやっぱ勝手に想像して評価しちゃいけないので、うん、言ったことからしか評価できないとするとそれも意味が分からないってなりますし、情報が足りなかった、具体性がなかったので、うん、ダメだっていうのは分からない。分からない。で入賞は具体的になんか何位中何位とかある？一応去年の12月に優勝は1位は。へえ、何位中ですか？十数人はいたかなと思って。すごいですね、はい。そういうこと聞くと、うん、なんか一気に。すごいじゃんってなるじゃないですか、うん、ですけどそれをなんかさらっと言い過ぎちゃってるというか、なんかちょっと謙虚なのかもしれないですけど、うん、いい類ができてない感じはしましたよね。今回応募いただいたんですけど、大人の方に詰めてほしいっていう、せっかくの機会なのでボコボコにしていただきたいなと思って今日は応募させていただきました。あ、素晴らしい方ですね。なんでどのあたり詰めてほしいとかってありますか？例えば自己 PR 今させていただいたので、そこに関してガンガン詰めていただいても大丈夫ですし、これで情報を差し上げている中で就活浪人っていう方を言っているので、そこに関しても意地悪な質問までどんどんしていただければ今後の自分のためになるのかなというふうに思ってます。さっきの話聞いたと聞くとしたら、土佐治さんが考える計画性の3つの要素を挙げるとしたら、計画性は何と何と何から成り立っているかっていうのを説明してほしいです。計画性っていうのは、まず目標設定とそれに対する逆算する能力、そして計画をしっかりと詰めていくにあたって入れすぎにならないかっていう自分の調整力とか、そのスケジューリングのところっていうのも大事になってくるのかなというふうに思っています。逆算とスケジュール、あ、僕は3つって言ったからいけないのか2個でもいいよ、2個でします。あ、あれですか。今聞いてる感じ、逆算とスケジューリングのちょっと違いがよくわかんなかったんで、2個にしたとして、はい、それぞれうまく自転車レースの時にやった超具体的なエピソードを簡単に喋ってほしいです。あ、わかりました。30秒ずつぐらい。あ、まず目標設定に関してなんですけれども、直近のレースですと、1月の27日に、レースがありました。このレースが1月27日に開催されるっていうのがわかっていたので、うん、もうエントリーして、もうこれレースをやるっていうのをまずしっかりと目標として1ヶ月前に決めました。で、その逆算として、例えば現在ですと、就職活動ですとか、アルバイトもしているので、まあ、そういったスケジュールの中で自分が、基本的には3日練習して1日休むっていうペースを毎週作っていて、それがうまくできるように、1時間でも2時間でも隙間時間があれば、じゃあこの時間いけるよねっていうのを自分の中で作って、練習を少しでも自転車に乗れるようにっていうところを取り組んできました。はい、以上です。あんまり具体的にならなかったけど、それ今ちなみに逆算の話もした？あ、逆算の話もしました。おー、どこか世界見たかな。はい、すいません、そうです。逆算で。1月27日に出るって決めましたで、もしかして1番の話終わった？1番というか目標設定の話終わった？あ、そうです。はい、なるほど。まあ、1ヶ月前から、そこの目標設定をまずするっていうところまでが、まあ、出るっていうのが目標設定なのかなというふうに思ったんですけれども。それは普通の人だな。ああ。一月前ぐらいから出るって決めてんじゃないんですか？他の出る人も。明日出ようとか言って突然来ない。そんなことはないですね、確かに。みんな、はい、そうじゃない、多分。そうそう、いかがですか？ちょっと聞きたかったのが、電車とか交通インフラ、すごくこだわってるじゃないですか。でもその理由として挙げられたのが、小学校の時電車で車掌がさんがこう案内してくれたっていうふうな、これだけでおっしゃってるんですけど、あんまりこういう心の内を面接で言うことがあんまないんですけど、激変系って呼んでいて、その一瞬で、ガラッとかってもうずっと鉄道、みたいな、そんなことあるかなって思うんですね、うん、そのサポートってどんなすごいサポートだったんだろうとかね、はい、思うんですけど、多分ですけどそれをきっかけとして他にも鉄道に注目するようになったりとか、うん、毎回車掌さんの動きを見るようになったとか、引き金になるものと死因って違うと思うんですよね、うん、引き金だけを言った感じがしていた、本当の理由じゃないと思うんですよ。小学校からも長い
月日が経ってるわけじゃないですか。それでもずっと就職においてもまだその気持ちが消えずに鉄道っていうのに憧れてっていうのは別の理由があるんだと思うんですけど、うん、はい、なんで鉄道じゃないとダメなのかっていうところの思いがあったら聞かせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。私は鉄道業界、鉄道インフラを、志望しているのは現在地域創造学類という学類に所属していて、はい、そこで地域創生、あ、失礼しました、地方創生ですとか地域おこし、あとは観光について学ぶことがありました。で、北陸新幹線が開通して金沢っていうのが観光でとてもにぎわっていて、鼓門のようなシンボルもできて、いろんな人の流れを作っているっていう点にすごく注目をしまして、駅っていうのは人の流れを作ったりですとか人々の日常の拠点になりうる場所になるのではないかというふうに考えるようになりました。そういったところから、もっと駅周辺っていうのをうまく、より活性化させて作っていくことっていうのに、住民の方々と一緒に行うことによって、まあ、観光の拠点であり地域の方々の拠点にもなる駅っていうのをで、より多くの方に快適に過ごしていただけるような街づくりをができるのではないかっていうところに注目して鉄道業界っていうのを見るようになりました。今おっしゃったことっていうのはよく言う一般論、鉄道っていうのはこういうもんだから俺は行きたいんだっていうのは理屈としてはおかしいというか弱い、申し訳ないんですけどこのタイプの方ってよく言う、いや、よくいるんですよね。答えらしきものというか、じゃあどう答えればいいのかっていうことで言うと、ちょっと待って知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。